まだコンディション戻ってないんだろうな。にしてもセルティックは CL 勝てないな。セルティックも監督変えた後苦心出るな。自力に差があるから仕方ないかと思う。次の試合頑張ってほしい。結局 CL でセルティックは勝てないから森保監督がいるようにリーグレベルの質が問われるのか。古橋と騎手が過大評価なのバレてきてるな。厳しい時こそ応援してあげて。あんだけ挑発するかのようなこと言ってたロジャースも普通に騎手スタメンにいきなりしてタスク型にしてあげくに9人になる事故ひどい。怪我明けの騎手スタメンとか明らかにミスでしょ。騎手村があるのは仕方ないにしても CL の舞台で決まらなくてどうすんの。より立場が厳しいぞ。もうセルティック経由はやめよう。無駄に移籍金上がるだけ。セルティックは全体的に低レベルだった。ビルドアップがかなり下手。騎手は代表レベルにない。怪我明けのキス君を CL の大事な初戦で使うかね。普通信頼されてるのかされてないのかどっち。